ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎豊です。今日は2023年5月の29日月曜日です。昨日、佐々木朗希投手、久しぶりに登場しましたね。いや、なんと23日ぶりだというんですからね。いや、体が調子悪くてというのは弓の関係で、弓にも投げてきた関係ですから、他の体はがっちりしてますのでね、投げてきても160キロはすぐにも出せるという、万全な体勢でしたね。豆が収まったので23日かかりましたかね。まあ出てまいりました。相手はソフトバンクですよね。もうスラッガー柳田選手などずらりと選手がおりますが、さてどうかなというんでね、心配をいたしましたが、なんと6回を投げて3安打2失点9三振で4勝目ってやりましたね。まあスピードが最速は164キロ、平均でも160キロ出てますから、まあ、ちょっと違いますよね。みんなバッターがまあ短く持ったりですね、とにかくミートするのに心がけても、でもなかなか打たれない。柳田選手もスピードボールに空を切る、そしてフォークボールがドーンと落ちたら、これも空を切って三振というですね。いやスカッとしますね。佐々木朗希の投手は投げるやっぱスピードボールというのがやっぱ魅力ですね。これはもう努力して投げられるという数字も超えてますからね。努力の上にその才能というのもプラスしてないとなかなか投げられないというね。まあ佐々木朗希投手は投手としてのなんかこう体つきも、まあ、精神的にもその考え方とかいうものに関しても投手に向いてますね。なんかそんな感じしますよね。でも昨日はそういう形で、ソフトバンクに9対5で勝って勝ち投手4勝目ということなんですが、なんとこれがですね、ロッテがパリーグでロッテがこんなに勝ち込むとは全く初め当初考えていなかったですね。今回ロッテは吉井正人新監督です。吉井正人といえばさんといえば、まあ選手といえば投手ですよね。投手でまあもちろん活躍しましたし、全日本の投手コーチもしましたし、もちろんロッテの投手コーチもし、まあよその球団も投手コーチをしてますから、投手としてのコーチとしての、まあ、能力といいますかね、そんなものはもう認められていたんですが、その投手コーチが監督として野球全体をマネージするのにどうかということで、まあ、疑問を持った方も多かったと思うんですが、でもなんと今25勝15敗でパ・リーグのトップを走ってますからね。いやこれはこの采配は見事なもんです。そしてこの吉井正人監督、新監督は、まあ、投手出身ですから、佐々木朗希の投手としてのこの磨き方といいますかね、育て方といいますかね、この休ませたり、ね、また復帰させたりという心の投手としてのどういうんですかね、マネジメントが、まあ、見事ですよね。いやこれ佐々木朗希投手がこのままうまく育っていけば、ロッテはやっぱり優勝に近づきますよね。今大リーグで活躍している翔平もですね、日本ハムも優勝にさせたじゃないですか。彼も大谷翔平を育てて、そして日本ハムも優勝させた。まあ、あれとよく似てますけども、まあ、この佐々木朗希の投手をこれでぐっと育てていけば、この秋の10月最終的に競り合った時に佐々木朗希がドーンと抑えてね、春の優勝舞台を作ってくれるのではないかと思います。この佐々木朗希の昨日の投球を見まして、ロッテは今年は優勝向かって走るぞ。そのためにも30日から行われる交流戦、
交流戦で佐々木朗希投手がセ・リーグのバッターをびっくりさせるようなフォークとスピードボールでね、バッタバタと三振を取ってもらうと、これが交流戦が面白くなりますね。いや、広島カープとも当たるのかな、楽しみです。ごきげんよう。